こんにちは、松はいつも一人の松です。はい、ただいま先ほど10分ほどぐらい前にですね、バイエルンミュンヘン対、FC ケルンの試合が終わりました。そちらのプレビューを、まあ今ね10分後なんで、今現時点でのお時間が2時30分に今このラジオを収録してるんですけれども、まあどうしても本日中にこのラジオを出したかったので、まあこのラジオを今収録してるんですけれども、皆さん、バイエルンミュンヘンと FC ケルンの試合を見られたでしょうか。まあ見られた方もまあたくさんいらっしゃると思いますし、まあまだ見れていないっていう方もたくさんいられると思うので、まあこのラジオを聞くと、まあ基本的に若干ネタバレが、若干というかね、まあ結果も発表しますし、どういった形でゴールが入ったかっていう形もまあ話すので、もしまだ試合見られてないなっていう方がいらっしゃれば、先に試合を見ていただいて、その後またこのラジオにお越しくださればいいかなと思います。はい、じゃあ早速ね、この試合のまずプレビュー、まあ話をしていくんですけれども、まずですね8月23日、12時30分キックオフのゲームでした。バイエルンのホームのアリアンツアレナで試合が行われまして、まず試合開始前に、ゲルト・ミュラーへの、まあルンメニゲとかね、あの辺りからの、メッセージだったり、まあ、そういった、まあ、黙祷だったりが、まあ、行われまして、まあ、バイエルンの、まあ、サポーターというかね、まあ、サポーター、バイエルンの選手たちスタッフ含め、すごい気合の引き締まった形でゲームが入ったという形になりました。まずバイエルンのスタメンから発表いたします。マヌエル・ノイア、ズーレ、ニアンツ、ウパメカノ、デイビスで、キミヒ、ゴレツカ、ミラー、サネ、ニャブリ、レバンドスキという形の、イレブンでスタメンが組まれています。で、FC ケルンに関しましては、ティム・ホルンで、エヒシブエか、あとヒチョス、チヒョスとメレとヘクターで、スヒリでティールマン、リュビッチとカインツと、モデストウートかな、めちゃめちゃ噛んだね。まあそういった形で、まあベストイレブンじゃないホルンのイレブンが出てきました。まあまずバイエルンのイメージからすると、このスタメン発表された時にあれ3バックかなって最初は思ったんですよ。で、まあ見た感じ、まあバイエルンのスタート基本的には 4-2-3-1 なんですけど、まあ守備ブロック組むときは基本的に 4-2-3-1 で、まあ左のウィング、まあスタメンだとニャブリとサネが降りてきて、まあミラーとレバンドスキの2トップで、まあ、コースカットプレスをするという形になっていたんですけれども、攻撃時は、左サイドのデイビスが高めの位置取って、で右サイドバック、この時はニアンズやったんですけど、ズーレかなと思ったんですけど、まあニアンズやって、でニアンズはあまり高い位置を取らずに、まあ下がって、3バックを形成すると。攻撃時はね。こういった形で、まあ試合が、バイエルンはスタートしております。はい。で、ケルンは基本的に4バックで、4-4-2 の形で基本的にはブロックを組んで、まあ、ショートカウンターを、狙うという形が、まあ基本ベースではありました。で、試合開始の流れで言えば、すごくこう、ケルンが、アグレッシブに来ていて、バイエルンもなかなか苦しいなという展開が、続いておりました。まあ、バイエルン自身も、すごくちょっと小さなズレだったりミスが、まあ、目立っていたこともあって、こうバイエルンの方が、まあ、選手とか、まあ、ネームバリューとかね、バイエルンが押す展開なんじゃないかなって皆さん思われたかと思うんですけど、実際はそこまでそういった場面はあまりなくって、どちらかといえばもうほぼ互角の戦いが行われておりました。で、まず前半ですね、7分35秒あたりですね、レバンドスキから中央のミュラーに、合わせたボールがありまして、まあ、これが枠外に飛んでしまうと、まあ、最初の決定機ですね。はい。で、次がですね、18分50秒かな。で、サネとね、ミュラーの連携がありまして、まあ、そこからミュラーが、サネがミュラーに合わせて、でミラーが、右足かなんかで落として、でサネが左足でシュートという形だったかな。まあ、サネが得意な形ですね。まあ、ミラーもこういうの合わせるのうまいんで、はい。で23分20秒、まあ、これがね結構面白い場面なんで皆さん見てほしいんですけど、まあ、バイエルンファンならおなじみの、まあ、ズーレがですね、左のアタッキングサードぐらいからですね、どん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 持ち上がり、なんとペナルティエリアボックス内でルーレットをしてシュートをするというすごい場面があったんですけど、まあ、さすがなんかもう面白いね、ズーレのプレー見てると。はい。
で次ですね、24分45秒、ケルンのチャンスなんですけれども、ティールマンからですね、中央の、リビッチに合わせるという、まあ、大帽子シーンがあったんですけど、これはまあゴレツカが、クリアしまして、なんとかバイルンは、まあ、ゴールを許さずという展開です。でまだ、前半戦がありまして、44分30秒、中央のキミヒから、まあ、浮き溜めがありまして、ニャブリーが、まあ、ちょっと合わず、そのままボールが流れてしまい、まあ、相手ボールになると。なので前半は、両方とも点が入らずに、試合が動きました。動かずに、まあ、前半が終わったという形ですね。でやっぱり試合の流れ的にやっぱりちょっとその良くなかったっていうこともあって、ナーゲルスマンは動きます。後半からですね、ニアンズに変えてスタニッチを入れて、サネに変えてムシアラを入れます。でこれがすごい当たりました。まずですね、後半入ってですね、右サイドのヤブリと、レビーで、連携を取りまして、左サイドにいたムシアラにボールが渡り、ムシアラがシュートすると、まあ、これちょっと惜しくも枠外に行ってしまうんですけれども、引き続き49分40秒のシーンで、まあ、ゴールが入ります。ミラーからですね、左サイドのムシアラにボールが渡りまして、でムシアラがですね、ドリブル突破で深い位置までボールを持っていって、マイナスのクロスをして、まあ レバンドスキが合わせるだけという、まあ、形で レビーがゴールをしました。でこれで1対0なんですけれども、続きまして58分に、バイルンが追加点を取ります。レバンドスキからですね、右のミラーへと渡しまして、ミラーがクロスを上げて、まあ、ニャブリーに合わせると、まあ、ニャブリーが合わせると、まあ、丁寧な綺麗な合わせ方をして、ニャブリーがね、これで追加点を取って、まあ、2対0という形でバイルンが、まあ、2点取ったと。で、あ、いつものバイルンのペースかな、よしよしよしと思っていたら、そこからですね、怒涛の、ケルンの追い上げが来まして、59分20秒、カインツ、まあ、左のカインツからですね、ヘクターへとボールが渡り、でヘクターが素晴らしいクロスを上げて、まあ、ボデッソが頭で合わせて、1点返します。で続いて61分40秒、もうほぼ1分とちょっとしか経ってないんですけど、次は右のエヒジブエからですね、もう相当またレベルの高いクロスが上がりまして、次は中央のウートに合わせると。だから2トップが1点ずつ取ったっていう形で、まあ、もうこれでもう常にもう2対2になったんですよ。で、あ、やってもうたな、どうすんのやろば、ナーゲルスマンどうすんのかなって思ってたら、70分10秒の時にですね、まあ、ホルンが、まあ、シュート、バイルンの選手がシュートを打ったボールを、まあ、ホルンが、まあ、弾きまして、でそれがキミヒ、中央のキミヒに、渡ります。ペナルティーボックスのちょっと外の中央にいたキミヒにボールが渡り、キミヒが右サイドにいたニャブリボールを渡して、ニャブリが右足を振り抜いて、それが、まあ、スーパーゴールかなっていう形でゴールに突き刺さり、バイルンが 3点目を取ります。なんで現時点で、この時点で3対2なんですね。でその後からはですね、まあ、ミュラーと、まあ、ムシアラの連携があって、レバンドスキの、まあ、シュートがあったりとか、枠外に行ったんですけれども、あと85分にはですね、まあ、ムシアラ中央から、中央で受け取ったムシアラからレバンドスキに渡り、でミュラーのシュートで、まだこれが結構惜しかったんですけど、まあ、ホルンに弾かれて、レバンドスキがまた中央でね、その浮き球、結構高いボールが上がったんですけど、それを頭で合わせたんですけど、ホルンがもうすぐにカバーに戻ってキャッチして、まあ、追加点、まあ、バイルンは取れずという形にはなったんですけれども、まあ、こういった形で、まあ、バイルンと、ケルンの試合はこのまま終了いたしました。なので結果的には3対2で、バイルンの勝利という形で試合が終わったんですけれども、まあ、試合の流れといってはやっぱりそのバイルンはやっぱりこう持つことも、攻撃を組み立てることもやっぱ若干苦しみました。やっぱパスのズレも多かったですし、まあ、いいとは決して言えなかったです。いつものバイルンでは決してなかったなっていう、もうパフォーマンス内容でした。まあ、なんですけれども、まあ、ウパメカノだったりとか、まあ、キミヒ、あとはまあそうだな、デイビスも良かったかな、あとはまあミュラー、あとニャブリも良かったね、あとレバンドスキ、まあ、あとはムシアラかな、この辺のパフォーマンスが良かったかなと思います。ニアンズに関してはやっぱりまだ年齢もね若いですし、試合経験もあまりないので、まあ、難しいゲームだったと思いますけども、まあ、大きなミスも特になかったので、誰かが特別悪いっていうのはなかったんですけれども、まあ、バイエルンの中から MVP 選ぶとしたら、まあ、ニャブリかな、
ニャブリかムシアラかなっていう形ですね。はい。で、まあ、ケルンの印象でいきますと、結構もうシンプルにプレーをしてましたし、あの下手にボールをつなぐこともせず、しっかりとした狙いを持ってショートカウンターと、あとクロスを、シンプルに、ケルンらしい、もう今までのケルンらしい、フットボールをしていたんじゃないかなと思います。あとはね、ボール際の強度みたいなものはやっぱケルン相当あったと思います。強かったですし。なんですけど、その後のこう攻撃に変わった時の、いわゆるカバーとか、まあ、人数をかけた攻撃っていうのがなかなかできなかったかなという印象ですね。はい。なんで、まあ、この印象というか、まあ、この試合の、まあ、最終的な、まあ、総括というか、まあ、そういった形になると、まあ、お互い苦しんだ中で、こう、攻撃になかなか質を出せず、難しい試合、お互い難しい試合だったんですけど、まあ、最終的にはこの力で決定してしまった、まあ、バイエルンの勝利かなという形でした。またバイエルンはね、ナーゲルスマンになってまだ全然時間も経ってないですし、これからまだいろいろね、いろいろ組み立ててくるでしょうし、まあ、パバールだったりルカエルなんですとかね、この辺が帰ってくるということもあるので、まだまだこれからやと思いますけれども、やっぱりアラバとねボアテングが抜けたっていうのは本当に大きいので、バイエルンサポーターもね、まあ、若干ね心配してる人もいるかもしれないですけれども、僕はまだまだね、言うても新しい監督になってまだ間もないので、ちょっと時間をかけて、ゆっくりと、強いバイエルンに戻していってもらえたらなと思っております。はい、ということで、今回、バイエルンミュンヘン対、ケルンの、第2節のプレビューをこういった形で終わらせていただけたらなと思います。皆さんの感想だったり、そういったものを、コメントだったり、まあ、ツイッターだったりで、ツイートいただければ、こちらでねまた返信させていただけたらなと思うので、ぜひコメントいただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、ということで以上で、バイエルン対 FC ケルン第2節のプレビューを終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。